はい、前回に続いてここでは DTM がどのようなものかを解説していきたいと思うんですけども、今回は楽器が弾ける方編としてですね、これも歌も同様の手順ですね。思いついたメロディーを歌っておくなんていうデッサンにも使えますね。まず楽器を録音するにはですね、トラックを追加しますね。このようにですね、歌用とギター用、あとは作成をします。この際にですね、ギターを取るにはオーディオインターフェースという機器が別途必要になります。ここだけ注意してください。こういう風にギターがもう入ってきてますんで、あとはテンポに合わせて弾いていくといった形ですね。でまたですね、ギターアンプ選んでおくと、今ですねクリーンギターですね、けどこれをですねクランチ変えていったり、このようにですね激しく歪んだものもできると。このように気に入った音を選んでいくと。またですね、DTM のすごいところは、決めた音をですね、後から変えることもできてしまうんですね。こんな感じの音でいいかもしれませんね。それでは一旦録音してみましょう。こんな感じでカウントが入りますね。もちろんこのように同じトラックを作っておいてですね、これに対して重ねることもできますんで、最初のうちはこれが非常に楽しいんじゃないかなと思いますね。こんな感じですね。簡単に作ってしまって好きなところにこうコピーしたりなんかができますね。前の動画でもやったですね、ドラムなんかをちょっと当ててみましょうか。今回はちょっとロックっぽいので、全てのドラムからロックと、あとはクリックしながら聴いていくだけですね。このようにいいドラムが見つかったら、あとはドラムがどんどんロップで使っていくと。コピーしちゃいますね。こうなります。で今こう聞くと、ここリズムが悪かったと。これは2小節のループで成り立つので、悪かった部分はこのように消してしまったりとか。こういうような楽曲構築も可能となると。あとはもう楽しみながら、こうベースを入れたり、パーカッションを入れたりとか、豪華にしていくといった形ですね。次回がいよいよ最後になるんですけども、実際こう作ったものをみんなに聞かせるといったところまで行ってみたいと思います。それでは今回もご視聴ありがとうございました。